やったー。こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、ふーちゃんです。あら、ゆうすけくんとふーちゃんだ。こんにちは。あら、二人とも素敵な、今日はね、なんか夏らしい衣装を着ておりますよ。ふーちゃんも浴衣を着ました。さあ、なんでこんな衣装を着てるかと言いますと、本日、はい、来ました。今週いっぱいありましたね。くじがね、6月14日です。なんと6月14日より全国のコンビニさんでハッピーくじが始まりました。でも今回ね、前回のからあげくんくじはね、ちょっとね、かぶりはなかったけど、しなもちゃんのたった引けなかったのでね、今日はどうしてもシナモチャの単体が欲しいということで、頑張って8回、はい、ハッピーくじを朝から引いてきました。はい、さあ、では早速、まず商品のラインナップからいきましょうか。商品ラインナップをどうぞ。商品紹介です。フィギュアショー全10種。ぬいぐるみチャームショー全7種。巾着バッグショー全5種。クリアポーズショー全8種。コンパクトミラーショー全8種。ラメアクリルチャームショー全8種。ダイカットステッカーショー全8種。そしてラストスペシャルショーはリトルツインスターズビッグメイデミです。チャンネル登録よろしくお願いします。ゆうすけくんの今回の狙いはシナモンちゃんのぬいぐるみキーホルダーだね。シナモンちゃんが果たして今回引けたのでしょうかね。えでは行きますよ。サンリオキャラクターズ夏の夜空の風物詩、今回はね、花火をテーマにした素敵な素敵なハッピーくじ、では二人で開封していきたいと思います。ではね、まずはこれから行ってみましょう。せーの、大カットステッカー。これね、今回さ、何かわかんないんだよね、ステッカー何が入ってるか。ちょっと開けてみましょう。せーの、はい、おこれ、ふーちゃん、もしかして今コギミンが見えたということは、シナモンだよ。シナモンさん、シナモンさん、ちょっと喧嘩しないでください。シナモンとコギミンのステッカーです。あ、すごい、キラキラしてる。意地悪しないでください。一緒に、はい、ちょっと並べてください。かわいい、かわいい、ちょっと並べるよ。かわいい、はーい、シナモンとコギミンのステッカー、ちょっとキラキラしてる。そう、みんなのステッカー。なんかね、これシークね、かわいいね、綺麗。でもね、シナモン入ってる。確かにここにはシナモンいない。お、本当だ。全員いるわけじゃないんだね。でもかわいい。うん、かわいい。では2つ目いきましょう。はい。じゃあ2つ目いきますよ。せーの、はい。今出たステッカー、こんな感じでシナモンちゃん、こういうなんかね、ねえ、オレンジとね、黄色、青、綺麗。はい、では3つ目いきますよ。次ふーちゃん、はい、次ふーちゃん、ふーちゃんいきます。せーの、わかんない、開けていいです。いいですよ。ステッカーがいっぱいだね。ステッカー3個です。大丈夫です。この後に商品が待ってますからね、皆さん。かぶりました。かぶりました。あ、でもここにシナモちゃんいるもんね。こっちのシナモちゃんいるから、よかったよかった。はい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 、はい、プリンくんとクロミちゃんのステッカーが当たりました。すごいキラキラしてる。そう、すごいキラキラしてる。そう、ね、ダメ、すっ
キラキラしてます。豪華。ね、豪華ですよ。なんか夏っぽくていいですね、お祭り。もうやなんだかぶり。しょうがない、大丈夫です。ここからですよ、本番は。はい、皆さん。さあ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 。はい、じゃあゆうすくん、お願いします。ドン！はい、なんと！ぬいぐるみチャームショー！はい、見て。さはなちゃんのぬいぐるみチャームショーが当たりました。ね、うさはなちゃんがいるって珍しいよね。これね、欲しい方いるんじゃないでしょうか。かわいい、すごいすごい鮮やかなね、うさはなちゃんですよ、とってもこういうお花持ってね、なんかみんなさ、なんかお花のステッキ持ってる、ね、ステッキ持ってる、え、かわいい、次おばあちゃんだよ。さ、では次いきますよ。まだ渡さないよ。はい、では次、ふーちゃんこちら行きましょうかね。せーの、はい、ほい、来ました、ふーちゃんのフィギュアです。最近来ますうち、くろみちゃんのフィギュアです。はい、くろみちゃん開けてみました。見てください、見て、このステッキめっちゃ綺麗だよ、透明で、ね、綺麗、ね、これと比べてみよう、なんでそれと比べない。これが一体何なのかって、ウィンクしてる、ウィンクしててかわいいね、はい、とってもかわいいです。さあね、ハッピーくじといえばね、フィギュアですからね、みんなフィギュアが欲しくてハッピーくじをやりますよね。さあでは次いきますよ。はい、ではゆうすけくん、こちらお願いします。何個目ですか。はい、6個目。せーの、ほいの、はい、来ました、バツマルくんのフィギュアです。マルくんのフィギュアが来ました。ここに来て2連続でフィギュアを当てることができました。はい、バツマルくんのフィギュアです。またこのステキが素敵だね、ね、面白い顔だ、ね、面白いね、かっこいい、いやいや、面白い顔だ。クロミちゃんと並べてみましょう。ほら、とっても素敵です。大きさは同じぐらいだね、うん、さあ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 、では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 、いきますよ、はい、では次7個目ですね。はい、ゆうすけくん、ゆうすけくん分かってるでしょ、次何来るか。さあ、ではここはね、ふーちゃんに譲りましょうか、ゆうすけくん、ではふーちゃん見せてください、運命の7個目です。せーの、シナモンちゃんのぬいぐるみチャームが当たりました。当ててみましょう。よかったね、ゆうすけくん、当てたんだね、やったじゃん、それ、うわー、かわいい。後ろ姿も見せてください。かわいいね、ね、またいくの、今これ7個目なんですけど、次まだあと8個目ありましたね。はい、では最後は何が当たったのでしょうか。最後はこちらが当たりました。せーの、はい、おい、ハンキョドンくんのフィギュアでした。今回何、フィギュアが3つも当たっちゃったんですね、すごいじゃん、ゆうすけくん、飛んできた、これが、はい、で今回当たった商品がこう、ハンキョドンくん、ちょっと後ろ見せてあげようか、ほら、かっこいいね、よいしょ、はい、そしてシナモンくんが飛んでて、うさはなちゃんに、はい、ステッカーセットが3つでした。はい、これはなかなかいい引きだったんじゃないでしょうかね、ハッピーくじ、はい、夏のね、夜空に、はい、今回はね、夏の花火をモチーフにした素敵な素敵なハッピーくじでした。ちょっとね、多分もしかしたらハッピーくじで、ね、私たちが今引きに行った時もまだね、今並べるっていうところだったので、これから続々と並び始めると思います。はい、皆さんも
今回単独のコンビニじゃないので、いろいろコンビニさんだったり洋華堂さんだったりいろんな店舗でやってるので、皆さんもどこでやってるのか調べてハッピーくじ引きに行ってください。概要欄に、はい、店舗載せておきますので、そちらからも調べてみてください。はい、ではゆすぐとふーちゃん、いよいよ明後日はサンリオキャラクター大賞の結果発表ですよ。ああそうだったね、それもね撮影したいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、では最後のご挨拶お願いします。皆さんもサンリオキャラクターでハッピーくじをやってみてください。どうぞ最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。